はい、こんばんは、小川くるみです。山下ゆへです。石本かなです。今日はこのお二方に嘘発見器をやっていただきたいと思います。おー、いやいや、なるほど。はい、そしてこの嘘発見器が鳴った場合はこちらのルーレットを回してやっていただきます。これ負けられないですね。負けられないですね。頑張りますよ、私も。はい、私も頑張る。というわけで、早速やってください。まあ、一発目からは鳴らさないですよね。めっちゃプレッシャーから見ましたね。いや、これアフリじゃないですよ。はい。じゃあ早速、はい、やっていただきたいと思います。はい、はい、お自分から縛られに行くっていうすごいしっかりしてる。仲良しですね。はい。あ、じゃあ怖い。あるアニメキャラとお付き合いしていたのを妄想したことがある。いいえ。あ、惜しい。惜しいってないの。惜しいって僕がイーゼル芸術工房にほんまにいないとイーゼル芸術工房成り立たないと思っている。いいえ。いや、もう誰でもできることをね、やらせていただいてありがとうございますから。はい、そんな謙虚な心でございます。じゃあ、皆さん行きましょう。はい、行きましょう。人に言えない秘密がある。あー、気になる。いいえ。いやいや、あってもいいんですよ。何それ。言ってもらいますけどね。あー、それは本当に人に知られたくないものである。お、いいえ。本当に言いたくない。本当に言いたくない。いいえ。おーおーおー。あー、石本さーん。すいません。空気椅子10秒。行きましょう。あ、ちょ、数えて。いいんですか。1分ですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。ありがとうございます。山下さん、いけるんじゃないんですか。山下さん、いけるんじゃないですか。それこそ2分ぐらい。負けてないけど。1。はい、というわけで今日は嘘発見器をやっていただきました。また明日も見てください。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、で、リセットをじゃあ